皆さん、こんにちは。今回は元バドミントン日本代表でキャスターの陣内貴美子さんの番組卒業や夫の病気、夫の国籍や子供いない理由、現役時代について紹介します。2024年9月9日メインキャスターを務めてきたニュースエブリィを今月いっぱい27日の放送で卒業することを同番組で自ら発表しました。陣内貴美子さんは今月27日をもってエブリィを卒業することになりましたと報告しました。番組が始まったばかりの頃はスポーツだけをやってきた私が報道の分野で役に立てるんだろうかと毎日不安を抱えていましたと振り返りました。それでもエブリィの仲間やスタッフが私の居場所を作ってくれて、14年半という長い間番組に出演することができましたと感謝の気持ちを述べました。地震や新型コロナウイルスなど困難なことがたくさんありましたが、発する言葉一つで人の心に寄り添うことも傷つけることもできてしまうと知り、伝える言葉の重さと大切さを学びましたと14年半を振り返っていました。間もなくゴールを迎えますが、日原さん、そらジローと全力で呼びかけつつ、見守ってくださった視聴者の皆さんに心を込めて言葉を発していきたいと思います。残り3週間、どうぞよろしくお願いしますと頭を下げた陣内貴美子さん。この言葉を受け、メインキャスターの同局鈴江奈々アナウンサーが、私たちが陣内さんに支えてもらっているのでたくさん感謝の気持ちを伝えたいんですけど、このタイミングで視聴者の皆さんにお伝えしたのも、パラリンピックが閉幕したらという陣内さんの強い思いがあってこのタイミングになりました。あと3週間ですかね、27日まで引き続き全力でお願いしますと話し、陣内貴美子さんと互いに頭を下げ合いました。陣内貴美子さんは16歳で日本代表に入り、17歳で世界ジュニアオープンで優勝しています。また高校3年生の時にはインターハイに出場し、シングルダブルスで優勝して2冠に輝いています。高校卒業後はサントリーバドミントン部、ヨネックスバドミントン部に所属していました。1992年には28歳でバルセロナオリンピックに女子ダブルスで出場しています。結果は2回戦敗退で9位に終わりました。当時の日本のバドミントンは現在ほど強くなかったようです。なお、バドミントンがオリンピックの正式種目になったのはバルセロナオリンピックです。陣内貴美子さんは1980年代前半から日本のバドミントン界を牽引し続け、ようやく1992年にオリンピックに出場することができました。そして1994年に30歳で現役を引退しています。引退後すぐにテレビのスポーツ番組でキャスターとして活動を始めました。そんな陣内貴美子さんに当初はメインキャスターが務まるのかという声もあったそうです。しかし非常に安定感があり、爽やかな癒しのメインキャスターだったといいます。今回のニュースエブリィをなぜ卒業するのか、その理由を3選でまとめてみました。卒業理由1つ目が年齢が60歳と定年であることです。陣内貴美子さんはすでに年齢が60歳となっています。一般企業であれば一度60歳にて定年を迎える年齢です。一般企業は60歳定年後65歳まで嘱託などで雇う義務がありますが、60歳の年齢で月曜日から金曜日までの生放送はさすがに疲れることもあり、一区切りしたい意向が本人にはあったのかもしれません。インタビューの記事でも月曜日から金曜日までの生放送なので倒れられない、わら、それは大前提なのでそのあたりは気をつけています。たまに具合の悪い時などもありますが根性で出ます。直前までフラフラでも本番の時は緊張感からか大丈夫なんですよね。現役選手だった頃は熱があっても試合には出ていたので本番には強いかなとコメントしています。卒業理由の2つ目は番組の活性化です。番組自体の視聴率は 11% 台と堅調ですが、同じキャスターとなるとやはりマンネリ化が否めないと言います。また外部のキャスターとなるとギャラの関係もあります。局アナを優先して使っていく費用削減の狙いもあるのでしょう。卒業理由の3つ目は新しいことへの挑戦です。陣内貴美子さんは
60歳ですが、まだまだお若いです。いつも笑顔で元気な姿を拝見できています。60歳で一区切りして、また新たな挑戦をしたい意向があるでしょう。そんな陣内貴美子さんの夫は元プロ野球選手の金石明人さんという方です。金石明人さんは引退後に野球解説者となり、現在は飲食店の経営などもしているといいます。そんな金石明人さんに糖尿病や病気、国籍が日本ではないのではないかという噂があるといいます。陣内貴美子さんの夫金石明人さんは病気になっていたのでしょうか。現在陣内貴美子さんの夫の金石明人さんですが、過去にがんや糖尿病などをしているという情報はありませんでした。ではなぜ陣内貴美子さんの夫が病気という噂が広まったのでしょうか。病気やがんになったと噂された理由は、おそらく激痩せした時期があったからでしょう。2021年頃の金石明人さんは確かにかなり痩せている印象です。もともと習慣的に運動をされているようですが、何か理由があって痩せていたのかもしれませんね。ただし SNS の投稿もされていることから、病気の可能性は低いと考えられるといいます。では国籍についてはどうでしょうか。陣内貴美子さんの夫が在日韓国人というのは本当のようです。国籍は日本となっていますが、現役時代に日本に帰化したことによります。ちなみに陣内貴美子さんの夫金石明人さんは、あの昭和の名投手金田正一さんの甥にあたります。叔父の金田正一さんの両親は韓国人で、金田正一さんは在日韓国人2世として生まれています。金田正一さんの国籍も日本となっていますが、プロ野球選手としてデビューした後に日本に帰化したものです。陣内貴美子さんと夫との間には子供はいません。陣内貴美子さんは37歳で結婚しましたが、それから2年ほど経っても子宝に恵まれませんでした。子供を望んでいた陣内貴美子さんは不妊治療を始めましたが、うまくいかなかったといいます。原因を探るべく陣内貴美子さんは身体の検査をしてもらい、そこで分かったことが卵管のねじれでした。体外受精まで考えて不妊治療に取り組んでいた陣内貴美子さんでしたが、結局子宝に恵まれないまま45歳を迎えます。その時に夫の「もうこれでやめにしよう」の言葉で苦しく長い陣内貴美子さんの不妊治療が終わりを遂げたといいます。あるインタビューで、駅があってそこに赤ちゃんが待ってるとするじゃない、自分は列車に乗って駅に着くんだけど、そこに赤ちゃんは待ってなくて、次の駅に行ったら赤ちゃんが待ってるんじゃないって思うわけだから、どんどんやめ時がわからなくなってくる。その終着の駅を金石が決めてくれたとコメントしています。いかがでしたか。今回は元バドミントン日本代表でキャスターの陣内貴美子さんの番組卒業や夫の病気、夫の国籍や子供いない理由、現役時代について紹介しました。女子スポーツ選手の引退後のロールモデルとして今後の活躍を期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。